皆さんこんにちは。それでは続きをやっていこうと思います。今回はね、続きで先に進みましょう。よいしょ。おお、あ、なんかいた。お前はこれから遅くらい地下で働くんだ。あ、マリオだ、まずい、逃げろ。あ、逃げられてしもうた。ちょっと何今の、追いかけましょう。はい、ほい。あれ、どこに行った？あー、ここに。はい、キノピオたちを助け出しましょう。おお。あ、やっぱバトルになるのね。まあちょっとカットとか早送りを入れつつやっていきましょうかね。ちょっと待って、まさかパタパタが来るなんて思ってなかった。ちょっとアイテム使いましょうか。はいはい、早速よし、ほい。回避大変だな。あー、よいしょ、パタパタから行こう。よし、よいしょ。おお、怖い怖い。よいしょ。あれ、まだ倒れない。よし、よいしょ。パタパタ倒したよ。あ、ルイージか。はい。あ、キノピオ助け出せましたね。はい、よいしょ。よし、パタパタが出てきたので、このバトルはね、ちょっとちゃんと見せましたが、あ、でレベルが上がったよ。やったぜ。でルイージもかな。じゃあ残りのバトルはちょっとカットとかを存分に使っていきましょうかね。あと7体かな、助けなきゃいけないのよ。多分同じようにバトルになるよね。あ、マリオさんありがとうございます。怖いのでマリオさんについていきます。他のキノピオも怖くて隠れたり逃げたりしています。もし見かけたら助けてあげてください。便利。くしゃくしゃになるのは嫌だけど、折りたたむのはいいのかな。うん、なになに。ああ、そうそう、こういう隙間入れるんだよね。ああ、すごい、なるほど。どうもどうも。マリオさん会いたかったです。なんだか変なところに潜り込んじゃったみたいでしたが、マリオさんにお会いできて安心しました。で2人目か。わー便利、こんな狭いところを通れるとは。よいしょ。あと6人だよね。これバトルしてキノピオ出てくるとかそういうのもあんのかなって。あ、バトルになっちゃった。ちょ、バトルやったけどさ、出てこないじゃん、もう。え、ここは飛び越えられるかな。ほい。あ、いけない、いけない。あ、パタパタやだな。こっちの方にもいるのかな、キノピオたち。あ、なんか変なのおる。あ、いたいたいた。こりゃこりゃ。よし、
バトル終わってもう一体助け出しました。はい、よかったね。2回も撃っちゃうほど怖かったんだね。 ABY、 おーパタパタ、はい終わりました。これはなんだ、いやいや、いろんなものが珍しくてつい発射に出てしまいましたが、十分楽しんだマリアさん。あ、なんだこの子、この子は普通に遊んでいたのね。ごめんね、遊んでるところを邪魔してしまいました。あ、これ至るところにいるのかな、キノピオ。よし、じゃあちょっと次の子さ、あ、いた、おい逃げないでおくれ、逃げないでおくれやす、なんで逃げるんやねん。あ、うん、今のマリオたちでは捕まえられないみたいに、他のキノピオは捕まえる方法を知ってるかもしれないわ。まだ行っていない場所を探してみましょう。なるほど、じゃあ行ってないエリアに行こう。ほいほい、こっちはまだね全然、あ、なに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 、そう当たってしまった、避けて通ってたつもりなのに、なにこいつ、なにこいつ、よしよしよし、ちょっと初めての敵だからね、ちょっとバトル見せていきましょう。ほい、あ、これ1個ずつ倒していくんだ、大変だ。はいはい、結構タフだったりするかな。あー倒れないね、よいしょ。はいはいはい、あ、マナプキノコ、はい、あ、黄色が特別なんか体力高かったのかな。よいしょ、ふう倒せました。よし、じゃあ他のエリアに行きましょうか。ん？なんだこれ、めっちゃ迷ったよ。あ、ここに3体いるのか。あ、マリオさん、よかった、助けに来てくれたんですね。他の仲間たちも助けてくださいね。え、逃げ足の速いキノピオは捕まらないのですね。それならこれがお役に立つかもしれません。うん、なんかくれた、あ、靴だ、ダッシュソックス、靴下か。本当にありがとうございました。あー、これで一気にあと1体なら、あ、そうだ、ダッシュソックスの使い方をちょっと練習してみましょう。後ろのくるくるフラワーをダッシュで通り過ぎてみてください。 X を押し続け、ん、おお、ああ、そういうことね、わかった。マリオさん、くるくるフラワーが綺麗に咲きました。ダッシュをうまく使いこなせているみたいですね。ダッシュの仕方はガイドでも確認できます。ではスライディングを練習、ほう、逃げる相手を捕まえない便利なアクションなんです。ダッシュは私に向かってきてください。ほい、そのマークが出たら A を押す。ほい、あー、へー、スライディング、わあ、これいけるかな。なんかいろいろね、操作がややこしくなってくるとね、頭がパニックになっちゃうんですが、ダッシュで近づいてスライディングね。よし、じゃあ練習、じゃあ練習練習、あ、まだ
あ、まだ。くそ。どのタイミングで出るかわからんの。わー、難しいこれ。あー、よいしょ。はい。難しいこれ。あ、よし。もう曲がるときにスライディングしようとしたらダメね。はい。いやー、君を捕まえるのにだいぶ苦労したよ。もし、じゃあ最後のキノピをゲットしに行こうか。よし、行くよ。お待ちなさい。よし。ああ、誰かと思ったらマリオさんだったんで、それでクッパ軍団かと思って逃げ回っちゃいました。クッパに見えたの、クッパの仲間に見えたの。キノピオたちを助けることができた。今までずっと一緒にいたのにちょっとショックだけど、全員捕まえられてよかった。いや、もうめっちゃ回ったからね、本当。さっきのキノピオ三人衆見つけるまで。あ、ジュゲムさんだ。はいはい。ひとまずキノピオたちはピーチ城にお連れしました。ペラペラだから軽かったです。お疲れ様。この調子でどんどんキノピオたちを返してあげましょう。で、私はこれで頑張ってくださいね。ああ、よかった。よかったんだけど、この先私はどこに行けばいいのかしら。はい、キノコ。あ、お金。よいしょよいしょ。あ、なんか先に進めるようになってますね。じゃあもうちょっとやって終わりにしましょうかね。これは何なんだろう。これ後々使うようになるのかな。そう、あのね、今の段階だとここからね、この右側の足場の方には移動ができないんですよ。だから後々できるようになるのかな。ではでは、先に行こう。ピーチ城よりマリオさんとルイージさん宛てに配達です。あ、来た来た。こちらもお渡しします。お手紙みたいですね。あ、2人のマリオさんとルイージさんへ。ピーチ城へ助けてもらったキノピオです。先ほど仲間のキノピオたちが戻ってきました。さすがはマリオさん、早いですね。私たちもマリオさんのお役に立ちたいと思って。ああ、キノピコ。ペーパーアイテムを作ってみました。バトルで使ってみてください。バトルで役に立つアイテムをもらった。はい、具体的には何なんでしょう。まあいいか。では、私はこれでまた贈り物があったら届けますね。ペラペラのキノピオたちがアイテムを送ってくれたのね。キノピオが増えれば私アイテムを作ってくれて、さらにたくさんのキノピオを助けられる。うん、どんどん助けましょう。あ、いたぞ。おい、こちらマリオがいたぞ。見つけたらとにかく倒せとの命令だ。早速使うのかな。わあ、3対なんだこれは。ひどくないですかこれは。ペーパーマリオのコマンドにトリオアタックが追加されました。なんだ、さっきもらったアイテムを早速使ってみましょう。トリオアタックのコマンドを選択するのよ。操作が不安だったら練習してね。いや、練習はしないでいきます。はい、トリオアタック。はい、トリオスカッシュ。キャラクターの ABY ボタンを押して飛んできたボールを打ち返し続けましょう。よし、行ってみよう。おお、あー、かわいい。あ、間違った。あ、ちょっと待って。
よいしょ、はいはい。いいのかな、これで、これでいいのかな。うん、すごいわね、元は小さかったのにあんな大きくて立派なハンマーになるとは。あなたたち3人で力を合わせないと使えないわね。1人でも動けなかったら使えないから注意するのよ。それとブラザーアタックと同じで BP を使うから使いすぎないようにね。ああ、そうそう、もし防御が難しいと感じたら X ボタンで緊急ワードを使うのもおすすめよ。受けられないけど受けるダメージが減るわ。それじゃあ頑張ってね。ああ、痛い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 、あ、痛い痛い。よいしょ、はい。よいしょ。ああ。あ、何体か減ったぞ。よいしょ。本当はまだね、防御が慣れなくって。まあ、トリオタックもう一回使ってみましょうか。まあ、BP 使っちゃうけど、トリオスカッシュ。練習じゃん。間違った。あー、ちょっ全然ダメだな、全然ダメだな、難しい。あ、けど倒せた、よかったよ。はい、あ、うん、ペーパーマリオちゃんがレベル3になりました。嬉しい、やった。ふう、ひどい目に遭いました。冒険のヒント、歩きでは登れない急な坂もダッシュだったらたまには急にここダッシュすんのか。なるほど、よいしょよいしょ。うん、あ、こういうことね、こういうことになるのね。でここもか、はい。あれ、あ、戻っちゃうんだ、ここ先に行けたつもりだったのに。よいしょ。すごいな、考えるな、こういう仕組みも。あー、でこのまま行けばいいのか。よし、はい、回復。あ、そうだ、セーブしよう、セーブ。しばらくセーブをしていなかった。いや、先に行ってまだダンジョン続くのか。これは、え、あなたの世界もこんな感じなの？地面や自然のものまで本から飛び出しちゃったの？じゃあなんでペーパーの地面や木がここに？あのマークは、あー、ついにクッパちゃんとやるのかな、クッパ軍団と。はい、ということで今回はここまでにしようと思います。はい、じゃあ次回なんかね、なんかなんだろう、クッパの子分たちが出てきそうだね。なんか建物なんでしょうかね、がありましたが、そこまで行けるといいなって思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。